オディッセアスブラホディモスはドイツシュトゥットガルト出身のプロサッカー選手。ギリシャ代表。プリメーラリーが SL ベンフィカ所属。ポジションはゴールキーパー。2002年に VFB シュトゥットガルトの下部組織に入団。ユース年代から高い評価を受け、2011年のフリッツバルターメダル U-17 部門で銅メダルを受賞した。2012年2月。 3、リーガ1、FC ハイデンハイム戦で、リザーブチーム初出場。2012年6月、2015年6月までの、プロ契約を結んだ。2014年4月、2017年6月まで延長。2015年8月のアイントラ派とフランクフルト戦で、ブンデスリーガデビュー。2016年1月、パナシナイコス FC に移籍。 2019年夏までの契約を結んだ。4月、ベリア FC 戦で遺跡後初出場。2018年5月18日、SL ベンフィカと5年契約を結んだ。自身はドイツで生まれ育ったが、両親がギリシャ人のためドイツ代表とギリシャ代表のいずれかでプレーする権利を有していた。ユース年代ではドイツ代表を選択し、 UEFAU-17 欧州選手権2011、2011、FIFAU-17 ワールドカップ、UEFAU-21 欧州選手権2017に参加した。その後、ギリシャ代表への倶替えを決断。2018年11月9日、UEFA ネーションズリーグのフィンランド戦と、エストニア戦に参加するメンバーに選出された。11月15日、 同フィンランド戦に出場しギリシャ代表デビューを飾った。ありがとうございます。